からおからおからの後ろにゲド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 がいるぞ。岡田入場、いつの間にか岡田の背後にゲロいる。レインメーカーそろそろ出るかも。岡田がポーズを決めたら見てみる。岡田のコーナーエプロンサイド、同じポーズで必ずゲロがいるぞ。いつもいるぞ、前は見えてないぞ、絶対ゲロ。岡田がピンチで襲撃されても意外とあんまり助けに来れない。たまにリングに助けに来ても逆に捕まるゲロは必ずいるぞ。すごい大技食らってしまうと意外とゲロは諦める。ゲロをクラッチ殿下の宝刀、スーパーフライで空を飛んで、ゲロをビームは熱鉱山、ゲロの力を身につけた。お前ら多分知らないだろうが金髪時代もあったんだって。今よりふっくらしていたらしい、通称ハチミツゲロだよ。長年言われて慣れているけど、3をつけてもゲロは汚え言葉。